八重山は日本海軍の小型付設艦。日本海軍が電気溶接を全面的に取り入れた最初の軍艦である。軍艦八重山は1932年8月末に竣工した日本海軍の付設艦。日本海軍最初の全電気溶接艦である。艦名は沖縄県の八重山列島にちなんで名付けられた。初代八重山は通報艦。 不設艦、八重山は、この名を持つ日本海軍の艦船としては2隻目。太平洋戦争開戦時は、第3艦隊機下の第17戦隊に所属し、機雷不設や、戦団護衛任務に従事した。1942年1月より、第3、南遣艦隊所属となり、フィリピンや台湾方面で、機雷不設や、戦団護衛任務に従事した。 1944年9月24日、ミンドロ島南端で、米軍機動部隊艦載機の攻撃により沈没した。1927年度計画艦。1924年2月に軍令部の立案した、補助艦艇補充計画では1200トン型不設艦12隻の大量整備を目指していたが、予算成立時に不設艦艇は1200トン型不設艦1隻のみになった。これが、 本艦になる。計画番号 H-3。戦時には、前進基地へ進出して、機雷敷設や、対戦紹介などを行い、平時には、訓練用途を考慮された。このため、九百二十九年に竣工した、五福島に対し、より小型化、浅き水を進めている。重油、石管、昆衝管と往復動式機関を搭載した二軸管で、計画速力は、 ロンドン海軍軍縮条約上限の20ノット。これは、前進基地への急速進出を起としたためである。船体は先に建造された、五福島が平ら艦艦型船体を持つのに対し、本艦は、選手郎型となる。選手郎艦艦の左限に強連機いの要衆用、軌道一条があるために艦首にほとんど視野がない。艦艦には、リノリウムはほとんど貼らず、大部分が、 滑り止め甲板になっていた。上甲板原則がブルーワークで覆われているのは白鷹や円形不設定と同様である。環境構造も白鷹や五福島同様、駆逐艦に似たものになった。機雷は6号機雷185個を搭載した。機雷庫にある機雷は機雷昇降等で上甲板に上げられる。全部の機雷は左右舷に一乗ずつある軌道で神戸へ送られ。 後部のキライコより、後方は、軌道が4畳に増え、そのまま完備から投下される。完備には付設式所が設けられた。手砲は12センチメートル広角砲を前後に1問ずつ、搭載、2問とも高尾型と同型のシールドが付いていた。12ミリメートル基銃は、環境前のシェルター甲板上に左右並べて設置した。八重山は、日本海軍が初めて全面的に、 電気溶接を採用した艦であり、日本海軍造船史上特筆すべき艦である。この技術は、ワシントン軍縮会議で制限された保有トン数の節約に貢献したが、設計段階では、通常のリベット構造艦であり、本艦における電気溶接技術採用は、福田列造船中佐の熱意と、藤本機構造船中将の決断によるものだった。八重山は、 問題なく完成したことから、続いて1933年4月12日機構の潜水母艦、大鯨、流砲に全面的に使用されたものの、1000トン級の八重山に対して1万トン級の大鯨では、電気溶接の不具合が続出、工事は難航することになった。第4艦隊事件により電気溶接部に一層の補強を実施した。この友鶴事件、 第4艦隊事件による藤本造船中将の失脚と平賀譲る造船中将の復権により日本海軍における電気溶接の停滞を招いたという。春工後、ともつる事件で改装が必要となった。佐世保海軍交渉で行われた改装工事ではバラストキールの装着、上部重量の軽減等による重心低下措置が実施された。外観上では 艦中オーブのブルワークや2番広角砲シールドの撤去などが行われ、単焦燈の位置が低められた。マストや煙突の短縮も行われたとされるが、残された写真ではよくわからない。さらに第4艦隊事件後の1936年秋、高天高校の際に、船体の一部にバックリングが生じたため、すぐに船体補強の応急対策を行った。 エキムはそのまま続けたが、外洋航行をしないことにして、抜本的な対策工事は1938年2月から5月に、舞鶴海軍交渉で行われた。性能改善工事後は、基準排水量 1302A トン、講師排水量1631トンに増加し、講師平均喫水3.19メートルとなった。なお1938年3月調べで、 排水量 1384A トンの記録も残る。太平洋戦争突入後は、機銃、爆雷兵装、対戦装備を一層強化した。アゴ作戦後の兵装装備の状況調査によると1944年8月5日の時点で25立方ミリメートル連装機銃1機、25ミリメートル単装機銃6機を、装備、81式爆雷投射機4機を装備し、計6機、 93式水中超音機、単身儀の水流服を装備していた。図によると、爆雷島課題らしきものも10機描かれている。暮れ海軍交渉で建造、建造は近代化改装する、不装が入居した、造船選挙の京頭部分で行われた。1930年6月12日、八重山と命名。同日府で、不設間に類別される。同年8月2日、 1931年10月15日、浸水。1932年8月31日、春港。同日府で偽装院事務所を撤去する。佐世保鎮守布九1934年5月21日、横須賀港発、南洋方面へ、遠洋航海。8月20日、二見港に帰港した。百三十四年十二月十五日。 上磐とともに、佐世保防備船体を編成する。1937年1月より、宝岸、畑修理時の第11戦隊機関とするため、整備、補強工事と並行して、機関設備を増設。3月14日、佐世保を出発。3月15日、佐世保防備船体から外れ、第11戦隊機関となり、中国大陸沿岸部に進出する。 同年7月より日中戦争が勃発。畑の復帰により第11戦隊機関を譲った後も浅木水を活かして洋子港を遡上するなど中止方面で活動した。また洋陸や護衛任務にも従事した。同年12月7日、八重山は日本本土に帰島戦隊補強工事を実施する。1938年6月1日府で、 佐世保鎮塾部隊に編入される。6月14日からの急行、攻略作戦においては、部作戦部隊前衛隊の総会母艦として、活動した。7月1日、第3艦隊、第11戦隊編入。7月18日、第3艦隊、第11砲艦隊付属に編入。1940年10月11日、横浜港域で行われた。 紀元2600年特別艦艦式に参加。11月15日、八重山は新編の第17戦隊に編入される。1941年12月8日の太平洋戦争開戦時、本艦一家不施艦3隻は第3艦隊機下の第17戦隊に所属。アメリカ艦船の太平洋への移動阻止を目的として、 サンベルナルジの海峡とスリガオ海峡への嫌い敷設が計画され、スリガオ海峡への敷設を、八重山がサンベルナルジの海峡への敷設を、五福島が行うこととなった。八重山は12月8日にパラオから出撃し、12月11日にホモン本ン島、ディナガット島間に93式機雷133個を敷設して12月13日にパラオに帰島した。以後、 対戦中は主に、人を方面で、主に戦団護衛任務や、輸送任務に従事した。1942年1月3日、第3、南遣い艦隊に編入される。1944年9月24日、ミンドロ島南端を航行中の、八重山と第32号区船艇は、米軍機動部隊艦載機約30の攻撃を受けて、沈没した。 同日の空襲では、コロン島に停泊中の水上規模艦、秋津島野球家手艦、イラゴ等も撃沈されている。八重山生存者86名が、マニラ方面の海軍陸戦隊に編入されたという、記録が残る。11月10日、八重山は、不施艦及び、帝国軍艦席から除籍された。艦長たちの軍艦誌203から204ページ、日本海軍誌。 第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。